はい、どうもヒログランスです。さて、今回はメタルギアソリッドやっていきます。はい、でこれですね、アラスカで隠居生活を送るソリッドスネークがビッグボスの遺体をめぐり戦場へ復帰するエピソードですね。はい、メタルギア2ソリッドスネークの続きか。で、シャドウモセスですね。後のシャドウモセス事件と呼ばれる潜入作戦を描くと、スネークの出世の秘密が語られると。同じ遺伝子で生まれた兄弟リキッドが登場する。なるほどね。さあ行きましょう。これ3作目ですか。はい、で時系列で言うとファントムペインの後の MSX 版2作品を終わってからの後の話です。行きましょう。ダウンロードって何？まあいいか。でなんかいっぱいあるんですけど、このメタルギアソリッドスネーク、アラスカ・フォックス諸島沖の孤島シャドウ・モセス島にある核兵器廃棄所フォックス・ハウンド部隊と彼らの率いる次世代特殊部隊が突如として放棄、島を占拠した。彼らが政府に突きつけた要求はビッグボスの遺体だ。それが24時間以内に受け入れられない場合、彼らは核を発射すると通告してきている。君に依頼する任務は2つ。廃棄所に潜入して人質として囚われたダーパ局長ドナルド・アンダーソン、アームステック社社長ケネス・ベーカーの両名を救出すること。そしてテロリストの核発射能力の有無を調査し、事実ならばそれを阻止することだ。で潜入法、潜水艦で廃棄所の近くまで接近する。そこからは小型潜水艇を射出する。島に最接近を潜水艇を吐き、あとは泳ぎだ。ハイテク特殊部隊フォックスハウンド、かつて君が所属し私が指揮を取ったこともある特殊部隊だ。まだ存在していたとはな。今回のテロには6人のフォックスハウンド隊員が参画している。サイキック能力を持つサイコマンティス、天才女狙撃手スナイパーウルフ、変装の達人デコイ・オクトパス、巨漢のシャーマンバルカン・レイブン、拳銃の名手だけでなく拷問のスペシャリストとしても知られるリボルバー・オセロット、そして彼らを率いるのがフォックスハウンドの実戦部隊リーダーリキッド・スネークだ。リキッドスネーク、君と同じ暗号名を持つ男。島全体が核廃棄施設になっている。上陸後は無線機で指示を出す。俺の他にはいつものように単独でのスニーキングミッションだ。装備も武器も現地調達、非公式の極秘任務だ。公式な支援は当てにせんでほしい。
はい、ってことでやっていきましょう。ニューゲーム。じゃあスネーク、大佐、聞こえるか？良好だ、スネーク。状況はどうだ？やはり地上へのルートは中央の昇降機だけらしい。そうか。これキャンベル大佐だ。予定通り昇降機を使って地上へ出るしかないか。くれぐれも見つからんようにな。何かあれば無線連絡をくれ。周波数は 140.85 だ。オーケー。無線機を使って。フルボイスすごいね。セレクトボタンを押すんだ、うん、こちらから連絡がある場合はコールする。ちゃんとそのなんだっけ、セレクトボタンじゃなくてタッチパッドになってるから字幕、そこも変えてるのいいね。敵には聞こえない。わかった、作戦に入る。 OK。バーチャスミッションだ。しかもあ、ちょっと待って、アイテムあるよ。酸素あるよ。酸素は前にもあったね。すごい、ちゃんと FPS ですね。出ていくのこれ。 OK。 またさ、このさ、あれだよね。わあ、これ水とかあるんじゃない？あ、この視点だったらバレないパターンだ。ほら、方向を見てるの分かるもん、敵が赤い点でね。よしよしよし、やべ、なんだとか言うんじゃない。あ、やべ、バレた。はい、スネーク、そこに地上に登るための昇降機がある。昇降機が降りてくるまで待つしかないと。どっかに身を隠すんだ。はい、いて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 、一部少ない、いていていて、ちゃんと弾飛んでくる、いていていて、いやー、すごい撃ってくんじゃん。うわ、早く昇降機来て。ほっほっほっ、弾避けるよ。はい、水ビチ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 、やっぱり水音ってなるね。はい、いつ来んの。すごい、え、待って待って、やばくね。 HP ないんだけども、これで待とう。やばいぞこれ。はで、最初はさ、まださ、来た来た来た。一人乗ってますよ、しかも。へい、バイバイ。オッケー。
一瞬タイトルが出たね今ね。マスク取って、これもしかしてさ、俺が見つかってるから鳴ってる音。あ、違うね、エレベーターで上がってきてるから鳴ってるんだ。よかった。こちらスネーク、地上の廃棄所前に到着した。予定通りだな。ブランクがあるとは思えん。スニーキングスーツはどう？ドライ効果は高いな。だが身動きが取りにくい。我慢して、兵隊温床を防ぐためよ。そこはアラスカなのよ。分かってる、感謝してるさ。君が注射してくれた不凍液のおかげで水中で凍りつくことはなかった。不凍とペプチドよスネーク。今回の演習でゲノム兵も使用してるわ。なるほど、安心した。実験済みってわけだ。ところで陽動作戦の方はどうなった？すでに F16 が2機華麗な基地からそちらに向かっている。今頃はテロリストのレーダーにも捕捉されているはずだ。あ、リキッドいる。必ずヤセは来るとか言ってるからね。大佐、ハインド D 懐かしいな。ロシアのガンシップがなぜここにある？ミサイルでバチバチ倒したからな。だが陽動作戦に引っかかったのは確かなようだ。今のうちに潜入してくれ。彼らの指定したタイムリミットまで18時間を切っている。あんまり時間ないね。確かに。それにしてもこの嵐の中でハインドを飛ばすなんて無茶ね。誰だ。ああ、まだ紹介していなかったな。ソリトンレーダーと無線機システムの開発者メイ・リンダ。画像データ処理の専門家として同行してもらった。レーダーや無線機については彼女に聞いてくれ。はじめましてスネーク。伝説の英雄とお話できるなんて嬉しいわ。どうしたの？いや、画期的な軍事技術の開発者がこんなに可愛い女の子とは思わなかったもんでね。スネークったらお世辞は下手ね。お世辞じゃない。これからの18時間退屈せずに済みそうだ。何それ、伝説の英雄に口説かれちゃった。でも意外ね、こんなにフランクな人だとは思わなかったわ。俺たちは互いの職業に偏見を持っていたみたいだな。そうみたい。これから理解を深めていくことにしましょう。それじゃあソリトンレーダーの説明をするわ。中心の交点がスネーク、あなたよ。赤い交点が敵の位置、青い円錐が敵の視界。スネーク気をつけてね。OK。 ゲノム兵はジンセラピーを受けているから視覚と聴覚が鋭いわ。視界に入らないように注意して。まずは廃棄所に潜入してダーパー局長を探すんだ。局長にもあなたと同じ GPS 発信機用のナノマシンが注入されているわ。レーダー上に緑の光点となって表示されるはずよ。彼からテロリストたちの情報を聞き出せ。もし生きていたらの話だがな。スネーク、ソリトンレーダーは気象には影響されないけど、敵に発見されると使えなくなるわ。うん、簡単に妨害されてしまうんだ。ソリトンレーダーはもはや既存技術なの。それと音響共鳴の強い空間でも使えないから気をつけて。君の行動はレーダーを介して我々がモニターしている。何かあれば無線機を使ってくれ。了解。分かった。寂しくなったら連絡する。無理をしないでスネーク。何かあれば私たちに相談して。これ誰？潜入デートの記録も私が担当してるの。セーブしたいときは私に連絡してね。周波数は 140.96、セーブ用の専用回線よ。覚えていてね。今回も双眼鏡以外の武器装備は全て現地調達だ。なんでなん？ドクターに丸裸にされて何もかも取り上げられたからな。あの時の気持ちも分かってもらいたいな。分かったわ。生きて帰れたら私を調べていいわ。
それは夢のある話だ。悪いが、タバコだけは携帯させてもらったよ。どうやって？胃の中にね、君が胃液を抑える薬を入れてくれたおかげだ。タバコなんか何の役にも立たないわよ。そうとは限らない。タバコはね、煙のね、なんていうの、方角で半ぐらいで飛べますから、これ大事ですよ、タバコ実はね。はい。潜入するとすれば、まず正面の扉、一番の近道だが、敵に見つかる可能性が高そうだな。ノックしても簡単に開けてくれるとは思えん。左と右に保証が1名ずつ。装備は 5.56 ミリのトランペットにパイナップル。正面扉の脇にあるダクトはどうだ？ダクト。2階にもダクトがあるはずだ。オッケー。ここからでは見えないな。潜入ルートは君次第だ。スネーク、頼むぞ。戻されちゃった。オケ。あ、これあれだね、3に近いシステムですね。ってことで、キャンベルとメイリン。よく連絡してくれたな、スネーク。おー、いいね。念のために無線機の操作説明をしておこう。スネークから送信するときはセレク…あ、これあれが×押すとダメなのか。はいはい、メモリーウィンドウ、はい、これはスネーク、呼んだ？セーブします。セーブしまして、行くぞ。やばい、ライトあるぞ。あ、こっちから行けないじゃん。うわ、ライトある。こっちだな。うわ、なんか視点がやばいな。あんまり周りが見えねえ。アイテムある。あ、これ絶対さ、アイテムあんだけどさ、いけないよね。え、練習だこれ。よしよし。この足跡は。え？木のデータ。いてててて。オッケー、行っちゃった。ネズミ。スネーク、マクドネルミラーだ。懐かしいな、マスター。マスターミラー。どうして？私はブーツキャンプの教官を辞めてアラスカに住んでる。君と同じく隠居生活だ。たまにはアラスカスカウトの教官をやったりはしてるがな。お互い世代交代の時代か。キャンベルから今回のこと聞いた。サポートさせてもらおう。マスターのサポートがあれば心強い。サバイバル教官としての経験、知識を役立ててくれ。それと私はアラスカに暮らして君より長い。アラスカの環境、動植物のことなどに詳しいつもりだ。周波数は 141.80 だ。そのネズミはアラスカハタネズミだな。心配するな、害はない。野生のハタネズミは厚い脂肪層も持たず、冬眠もしないのに極寒を生き延びることができる。雪の下にトンネルを掘り、そこで寒さを耐えるんだ。サバイバルの専門家だな。見習うべきか。激しい一面もあるぞ。ハタネズミの中にはメスと交尾したオスが、そのメスと他のオスの子供を殺す行動に出る種もある。自分の遺伝子を残すためか。よくできたプログラムだ。ネズミがいるということは出口があるはずだ。
ネズミの向かった方向に行ってみろ。ネズミね。HP ねえんだけど。あ、てかレーション使って、あれだったね。使ってさ、お、水ある、水。待って。もう、死んじゃう。レーション使って水、っていうか、広場を拾えばよかったね。やっちまったぜ。使うか。さーて、マスターミラーもいたが、数だからな、数。こっちは行けない。あら、ちょっと待って、着いたんだけど。ちょっと待って、どこ行けばいいのこれ。マスター、てかキャンベルさん、大佐。あ、間違えた。思い出にふける時じゃない、今は考える時だ。考えるのが一つの脱出路になる。難しく考えすぎて行き詰まったら単純化して考えろ。キャンベルあたりに相談するのも手だ。了解。スネーク、まずダーパー局長を保護しろ。彼の手がかりを探すんだ。なんだろうな、3D の敵になった瞬間に、やべ、見たら、横見たら終わり。フロア移動はエレベーターを使え。どこかにエレベーターがあるはずだ。それを探すんだ。OK。あれだ、懐かしいな、エレベーター。懐かしくはないか。ちょっと待って、OK。ここは？あ、ちょっと待って。なんかあるかな、アイテム。2回来ちゃった。エレベーター箱だ。ちょ、1回さ、上を、その、上から見て。ね？アイテムある。やべえじゃん。オッケー、うまい。チャフギュリ来た。チャフはね、どうやって投げるのこれ。よいしょ。アイテム来たよ。そう、コム。銃だ、これ。面白いな、この。カメラある。よし。カメラ取りすぎたら行こう。間違えた。いいいいいい。あた。ダメ。ダメだ。スネーク大丈夫か？スネーク。これやばいな。これやべえわ。こっからよね。でも銃欲しいな。フロア移動はエレベ。オッケーオッケーオッケー。いやー、これミスったなー。いや、悪くはなかったんだけどね。
よしよしよし。ここに武器、うわ。操作が。これはしごだ、これどこ、あ、なんかアイテムあるよ。下へ行くにはアクションボタンを押せ。アクションボタンは丸だきっと。 OK、 いいじゃん。こっちなんじゃない、正解は。たかも今から入ってきましたみたいな感じだね。よし、ちょっと待って、危ねー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 。で、これだ、よいしょ。譲らんだろうな、俺は。そらそう。さあ、ここですよ、問題。まあ、じゃあ、ふなげてもいいけどね。よしよしよし、いいぞ。オッケー、はい、来て。よし、オッケー。 B1 やった。はい、レーダーを見て、ダーパ局長を捉えたわ。緑の光点で映ってるのがそうよ。早く助けてあげて。はい、ということで、まあ、今回ここまでになりますと。さあ、メタルギアソリッド始まりました。まあ、次回もね、ダーパ局長を探しに行きたいと思います。